はい、どうも、こんにちは。最近一番好きなアニメは、すごい今更なんですけど、エロ漫画先生です。ということでね、今日もやっていきたいと思います。今回はね、僕はね、プログラマーではないんですけど、ちょっと大学で、だいぶプログラミングをやってたんですね。で、それで、そういう、プログラマーのね、あるある、別に社会人になって、そのプログラミングやってるわけじゃないんですけど、そういうプログラマーあるあるっていうのを、まあ、ネットとかで調べてね、まあ、あと自分の体験談とか、そういったものから、ちょっとプログラマーあるある発表していきたいと思います。一つ目ね、まず、目がめっちゃ悪くなる。これは、まあ、想像に難くないと思うんですけど、もうね、絶対悪くなるんだわ。なんかブルーライトメガネとか使っても全然効果ないんですよね。あれ本当に効果あるのかなってちょっと疑いたくなるんですけど、なんかね、やっぱね、本当ね、画面を見ることが仕事だし、あと他の業界よりも多分その勉強が大変なんですよね。なぜかっていうと、IT の技術って日進月歩で、言語とかも多分、聞いた話によると、3つか4つは、やっぱり覚えないといけない、まあ、ある程度なんですけどね、完璧な人なんて多分いないみたいなんで、ある程度その使えるようにして、で、それで、なんだろうな、同時に、複数言語をやっぱ覚えないといけないんですよね。で、なんか長時間、仕事でね、ずっと現場です。ずっと現場、ずっと現場。ずっと、何、勤務時間中、8時間ぐらいかな、画面を見続けるんで、目悪くなるんですよね。もう目は、商売道具といっても過言ではありません。二つ目ね。基本的に、長時間労働を、になりますね。で、あと、仕事のスパンが、すごく、長期スパン。なんか、一日で終わるみたいな、そういうのが、そういうのがないみたいです。これはね、ちょっと構造からね、説明させてほしいんですけど、プログラマーってまず、どういう、職業かっていうと、よく建設現場の、作業員に似てると言われるんですけど、まず作りたいシステムがあって、それって大抵の場合、まあ、1年とかそういう2年とかのスパンで、まあ、それ以上のもあるらしいんですけど、調べた、範囲ではね、そういう感じで長期スパンになるんですよね。最終的なシステムを、作るっていうのが。で、それで、結局、納期に間に合わせないといけないんで、スケジュール立てるじゃないですか。スケジュールって絶対立てるんですよね。そういう時って。お客さんに、こういうの出すんですよね。計画表みたいな。で、それで、お客さんも、その通りに進むことが当たり前と思ってらっしゃるんで、お客さんは。で、それで、ですけど、プログラムを書いていて、わからないところとか、うまくいかないところって絶対出てくるんですよね。こういうのバグっていうらしいんですけど、で、それで、バグを修正するのに何時間も時間かかったりして、で、それで、休みの日もなんか、バグが出てきて、システムが急に動かなくなったとかってなって、普通に携帯電話、渡されてて、常になんかその会社のね。で、それで、急に呼び出されて、で、障害対応と。まあ、つまり、休みの日なのに、現場に行って、その、直さなくてはいけないということになるらしいんですね。嫌だよね、そんな なんかもう、プログラマー目指してる人には悪いんですけど、本当に、なんだろうな。まあ、ちょっと奴隷感がすごいなと思いました、ここは。休みの日に呼び出されるっていうのは。こんなツイートがありました。お先に、
今日は早めに失礼しますと言って、退社したのがなんと、22時、夜の10時ですね。これは本当に、なんだろうな。ちょっと、ブラックジョークというか、ちょっと怖い、なんか、ウィットに飛んだネタですよね、本当。で、三つ目なんですけど、意外と文系出身の、プログラマーが多いということなんだそうです。これはね、なんだろうな、理系の人は、理系の人と文系の人の、割合を言うと、理系6で、文系4ぐらいなんだそうです。だから、もう ほとんど半分ぐらいは文系っていうことですよね。で、これの理由なんですけど、やっぱり、プログラマー自体足りてない。足りてないから、結局、まあ、本当はね、本当は、理系の、分野じゃないですか。パソコン、コンピューターなんでね、明らかに。だけども、文系を、文系の、新卒採用もして、で、それで、現場でね、使っていくっていうことが、やっぱりあるらしいんですね。で、それか、もしくは、全然、プログラミングとかしないで、まあ、最初の3年間ぐらいはプログラマーとして、ちょっと下積みさせて、そこから、SE、いわゆるシステムエンジニア。システムエンジニアって、聞こえはいいんですけど、調べたら、まあ、まあ、こう言っちゃあれなんですけど、まあ、調べた範囲ですよ、僕が。だからプログラムは、ほとんど組めなくて、どちらかというと見積もり業務とか、お客さんに対して、技術的な営業とか、そういうのをしていることが多いそうなんですね。まあ、だから、うん、まあ、半分営業みたいなもんですよね、システムエンジニアって。なんか現場監督ですね、完全に。現場監督兼営業みたいな、そういう感じですね。実際の技術は、なくても、まあ、なくてもいいみたいな感じですね。まあ、あった方がいいとは思います。うん、でね、プログラマーを、なんか、が4、4割ぐらいいる、文系出身者が4割ぐらいっているっていうことで、舌が全然動かねえ。舌が全然動かねえ。まあいいか。まあ、つまり、文系出身者でも全然 OK だっていうことですね。文系でプログラマーになりたい人、今なりたい人ね、すごいいると思いますね。まあ、結局、需要、世の中って需要と供給で、プログラマーってやっぱりさっきも言ったように足りてないんですよね、全然。で、しかも、なんだろう、今って、やっぱり今の若者ってどちらかというと営業とかそういう、人とのコミュニケーションを、重要視される職業に就きたくない方って結構多いと思うんですよね、昔と比べて。だから、手に職をつけたいと。ってなったら、プログラマーっていう、職業も、ありなんじゃないでしょう、ないでしょうかね。うん、文系の方でも。四つ目かな？このあるある。基本的に低賃金。だけど、フリーランスになったら、めちゃくちゃ高所得らしいです。調べた範囲ですよ。まあ、低賃金な理由なんですけど、結局、まあ、これ社会人になってない方は感覚として分かりにくいかもしれないんですけど、結局二重系とか三重系とか、まあ、四重系とか、そういうのが、なんか結構横行してるらしいんですね。IT 業界って。まあ、つまり、どういうことかっていうと、最初、お客さん、元受けって言われるお客さんから、仕事をいただいて、で、それで、なんかいろいろ、そういうプログラムの、仕様、システムの仕様とかを決めたりして、まあ、いわゆる、マネジメント、仕事を管理する立場にある会社があるんですね。元請けっていう。で、この元請けは、下、さらに、この実際のプログラムの、作業を、次の、別の会社、自社の、結構関わりが深い、いつも頼んでる、別の会社に、そのプログラムを作る作業を、頼んで、で、それで、頼むじゃないですか。でも、
なんかできないらしいんですよね。なんか、やっぱ人手不足で人が足りてないとか、時間が足りないとか、そういうので、別の、会社の、人員にも応援を頼みます。で、この時点で、次は三重計とかになるんですね。で、それが、続いていって、人手不足とか、ちょっと時間が足りないとかね、そういうのが続いていって、結局、四重計とか、そういう、もう本当に、中間搾取がすごくなるんですよね、これで。だから結局、そうするとどうなるかというと、もう最後の方は、利益なんてないけど、なんか、これちょっと断ったら、この仕事断ったら、ちょっと次は仕事をもらえないかもしれないっていう心理が働いて、結局仕事を受けてしまって、全然利益が出ないのに、むしろ、赤字なのに、そのプログラマーに払う給料でもう赤字になってしまうのに、仕事を受けてしまうっていうことがあるらしい、結構あるらしいです。だから結構低賃金なんですよね、プログラマーの方って。だから大手企業のプログラマーとかだと、収入高いですけど、だけど、その、めちゃくちゃハードル高いらしいです。大手企業、大手の、システム、会社で、そういう、プログラマーってほとんどいないらしいんですね。ほとんどシステムエンジニア、プログラマーじゃなくてシステムエンジニアばっかり囲ってるらしいです。まあ、こういった感じですかね。10分過ぎたんで、今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後にね、IT 業界、すごく、まあ、多分他の業界と比べて結構体力的にきつい場面があると思うんですけど、プログラマーの方々ね、本当に社会の役に、立ってらっしゃると思いますんで、本当に、無理せずね、無理しないで頑張ってください。無理しないでね、本当。辞めたくなったら辞めていいと思います。はい。そしたらありがとうございました。